一発合格者の成績で見る最後の模試でどれだけ取れていた動画の視聴ありがとうございます私レック専任講師根本昌司と申しますえここではレックの公開模試一番最後の公開模試スーパー公開模試第2回で一発合格は一体どれくらい点を取っていたのか昨年のデータをお見せしたいと思いますまたそれだけでなく全4回の模試の平均点そういったものもお見せしたいと思います一発合格を目指す方ぜひ 実際リアルな数字を見てください。えこちら2022年全国スーパー公開模試第2回レックの一発合格者全部で22人いるんですがこちらスーパーの2回目受け入れた方が20人になってます。はいでこちら得点の数字に入れてます20あの85.1なのでまあ28から29あたり 卓一1個の方がまあが28あたりとちなみに基準点は2 5十五でしたなので一発5番の方大体平均して基準点プラス3程度両方3程度取ってるという傾向がありますえこれですが 公開もし4回分、4回分の平均点も出してみました。で、4回、ちょっと相談にすると18人という形で、ちょっと母数が変わります。その点ご了承、ご了承ください。はい。卓越午前の方、大体平均が26から27。午後の方、こちらの方が大体25からまあ26ぐらいでしょうか。で、期日の方が24、24.7と。 いう感じでしたえ基準点の平均基準点の平均は24だから大体基準点プラス2ずつぐらい取れてる感そんな感じがいたしますちなみにこれというのはあくまでも平均値であってこちらこの点数に達してないで受かっている方いらっしゃいます こちらとある方の模試の四回分の点数です。でここ基準点足してないところがあります。この部分基準点到達していないんです。一発合格の方全部の回で基準点到達していると思うかもしれませんが。実際そうでもありません。 次の方、この方はこの部分、基準点を突破できていません。はい、で、次の方この方なんですが結構、点数の乱高下があった方なんです。まあ、ここ、 9点突破できてますけど他の比べてちょっと点数が下がってますよね一発で受かる方毎回毎回ずっと高得点で行くわけじゃないですこういった乱高下というのもどうしても起きますそしてこちらの方こちらの方こことここ9点乗っていませんまたこの方に注目してほしいのが 不等法,法記述が最後まで安定しなかったんですよ。実はこの方の方も不等法記述だけ見るとちょっと点数は芳しくありません。1回目の受験の方不等法記述は最後の最後まで手こずります。 点数が低いというのも、それは一発合格あるあるなんです。なんで、不登校期率が低い、ダメじゃないかとは思わないように、一発合格の方の平均、みんなそんな感じなんです。ちなみに一発合格の方、ちょっとね共通するところが一個ありまして、商業の期日なんですよ。 商業の機率が高いんですね商業で稼いでもう不動産外したらしょうがないという感じで攻めている傾向が見受けられますこちらが一発合格の方の成績平均値等になりますダメかなと思う方一発合格の方もみんなバカ抜けてできたわけじゃないんですまだまだ1週間2週間ありますやっていきましょう こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。頑張ってください。